ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は、来月発表されると噂されている、スナップドラゴン845についてご紹介したいと思います。そもそも、スナップドラゴンというのは、スマホの CPU として、Xperia のほか、Galaxy シリーズなど、主に Android スマホに搭載されている CPU ですが、パソコンの CPU と同じく、毎年1回、新しい世代のものが発表されています。2015年の11月には、スナップドラゴン820。そして、去年2016年の11月には、現在のスマホのフラッグシップ端末に搭載されている、スナップドラゴン835が発表されていました。例年の流れから言うと、今月最新バージョンが発表される予定なんですが、残念ながら今月は特に、スナップドラゴンを開発しているクアルコムのイベントはありません。ただ、このクアルコムのイベントは、来月行われる予定で、例年の流れから言うと、その場で最新モデルのスナップドラゴンが発表されると噂されています。型番からすると、今年が835だったので、次のモデルとしては845あたりが出るのではと言われています。スペック的には、現行の835がアンツツのベンチマークスコア的には、だいたい17から18万点ぐらいのスコアをマークしていますので、来年の845あたりになると iPhone X などと同じく20万点超えになると予想されています。そしてこのスナップドラゴン845を搭載した製品が発表されるのが来年2月のモバイルワールドコングレスになります。ここ数週間ドコモやソフトバンクといった大手キャリアから2017年の冬モデルや2018年の春モデルなどが一気に発売されましたが、これらに搭載されている CPU はスナップドラゴン835ですので、もう少し待っておくと、さらにスペックが高い845を搭載したスマホが登場します。もし現在スマホの最新モデルを購入しようかどうか迷っている方は、もう少し我慢して来年の頭に登場する最新のフラグシップモデルあたりを狙った方が賢明かもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。